支持者が用いる両シチリア王国旗両シチリア王国の領土両シチリア独立運動はネオブルボン運動とも呼ばれる南イタリアの政治運動。イタリア統一戦争においてサルデーニャ王国に征服され、北イタリア人を中心とするイタリア王国への併合を余儀なくされた南部を中央支配から離脱させることを目標とする。運動の名称は かつてこの地域を統治した両シチリア王国とその王家であるナポリシチリアブルボン家に由来する。運動の支持者たちはブルボン家による立憲君主制と文化的統一を支持し、イタリア統一後の南部レーグルによって南部住民が海外移住を余儀なくされ、イタリア系移民の離散を生んだと考えている。また運動家たちは両シチリア文化の権威向上にも熱心で、 ナポリゴの保護も目標の一つに掲げられている。インターネット上に点在する同運動に関連したウェブサイトは、北イタリアと南イタリアは歴史的にも言語的にも文化的にも異なっている都市、サルデーニャ王国による征服は不当であり、統一戦争は北、イタリアによる南イタリアへの支配と植民地化の始まりであったと主張している。彼らにとっては、 イタリア統一の英雄とされるガリバルディですら、南部の54の街を破壊し100万以上の両シチリア王国民を虐殺した侵略者に過ぎず、そもそもガリバルディの先人隊による遠征そのものが近代的な戦々布告の要件を満たさない両シチリア王国への侵略戦争であったと考えている。さらに彼らは南部主義者がしばしば主張することではあるが、 北、イタリアによる略奪を強く求断している。その最たる例が両シチリア王国の首都ナポリの略奪である。ブルボン王政下のナポリにはイギリス政府の援助によって建設された工業地帯が存在していたが、その全てが統一イタリア王国の中央政府となった旧サルデニア王国政府によって北部へ持ち去られたとしている。また、これ以外にも 王国の資産と呼べるものの全てが北部に持ち去られ、ピエモンテ、リグリア、ロンバルディアのいわゆる三角工業地帯を発展させるために流用されたとする。彼らは中央政府が戦後処理と称して行った行為を10年の内戦と皮肉り、この略奪こそ南タリア住民が農業などの過酷な産業に 取り残され困窮から海外に大量移住せざるを得なかった理由であると批判している。イタリア王国最後の王大使であり、ナポリ公爵でもあったビットーリオエマヌエーレが亡命先からの帰国をイタリア共和国政府に許された際、彼はナポリを滞在先に選んだ。王党派のグループがこれを歓迎した一方で、ネオブルボンの運動家たちはサボイアの子孫よ。 亡命先へ帰れ。というスローガンとサボイア家の紋章に重ねて、禁止マークを描いたステッカーを販売した。これについて、熱心なネオブレボンの支持者として知られる、映画監督のパスカー・アレス・クイティ・エイリは、我々を苦しめた人間を迎えねばならないのは、残念だと答え、ネオブルボン運動の幹部である、ジェンナーロ・デ・クレシェンツは、南部人は、サボイアの復帰を祝う必要は、全くない。 彼らは、ただ我々の栄光を奪っただけだと語った。ありがとうございます。